ありがとうございます。あ、いえ、自宅です。はい。です。はい。はい、わかりました。なんか、わかりやすいイメージ。はい、わかりました。声もある。はい、わかりました。お願いいたします。はい、OK。OK。もう声出してもらって結構です。あ、ほんまです、はい、はい、大きい声もう一回やってくれるから2つ、はい、まず関心2位だと大きく2位だと引こうとするこれじゃないですか、ね、これこの手が左手が来たらいいのか、この左手を引こうとしたらこういう力が壊れるんですよ、ね、このようには切れた、今大きくこういうふうに力が壊れて、はい、丸くなってしまう、監視と言います。見に行ったら、引っ張るのでこれ力が働くから回ってしまう、遠回りしてしまう。引っ張れって言われます。ああ、伝統連の人が少し会社ですから、あの取られたから、引っ張るのを取られたから、だから僕は癖でやってたら、何しろ見るために言われるのは。今はどうしても、こうなんだよ。はい、どうすんのね。なぜここでポンと持っていいんですか。でまあここでもいいです、ここでもいいです。ゴミの上も置いて、ゴミの上から手を押すんですよ。ゴミの上です。それでね、そこでこう回っていきます。自分の方。そうでしょうね。そうでしょうね。ゴミの上。なんでやろ、こんな感じで。瀬子さん、はい、なんでやろ、これ。どうですか。こう抑えますね。はい、こういった方が強いじゃないですか。あの、壊されないように。受けです。何の受け？ブラウスの後の時の。ガーン！こうだ、強いじゃん。でもここにゴム。あ、ゴムされるか。裏剣は裏剣受けるだけ、はい、僕裏剣いきます。どう受けますか。そう受けますか。実際裏剣次の攻撃の、はい、それは裏剣に対して上段剣に対してはそれをこういうことから押さえるわけですね、はい、それを理解した上でこれやったもう一丁の相手の攻撃があるんだろうっていうことですね。まだ昔にも、ね、一番僕が一番最初だったのは平行足で投げました。でもう先生は答えを出しました。ベスト、ね、ベタ、もうまで言いましたね。三鎮がベスト、足を払って、はい、これも言いました。だって実際やって、相手は腰を狙ってくるわけですよね。腰に抱きついてるわけです。こんな抱き方しますかって言われて、そうでしょ、右足を使った時に反動を使った時に腰を回して反動した時に外したら相手折るとは限らんぞって言う、相手こんなとこじっとするとは限らんぞ、下がるかもしれない、だからノーマル下がベストベターノーマル
今じっとしない。変に癖あるけど、こんな感じになってますか、うん、それぐらいそんなもんです。はい、はいはい、じゃあ、もう時間ありませんのでね、最後にですね、先生は同じことをやってます。それどう言ってます。連環と言ってます。連環、連なる環状線の環、連環、連環法ということで言います、ね、連環、連環。じゃあこの差異波はどこが連環？まあ僕は逆軸でついた、駆け抜けした、駆け抜された。ここへ入っていくんですよ。わざわざ相手の懐に自分から入っていく、はい、この方の連環は何だって言われたら、最初で自分から入っていってる、自分から入っていってる。すべての方これがあります。千円地にしても、三千円にしても、四千円にしても、プロの場合も全部あります。それを自分で見つけた。そう。最後。よ。べ。これぐらいだ。どうぞ。ちょっと。じゃあ前の記者さんに。どうぞ。どうぞ。全部入った。入りますよ。